茨城県道175号潮が、先茨城県茨城町長岡茨城県道175号潮が、先、茨城線は、茨城県水戸市から、東茨城郡茨城町に至る県道である。茨城県水戸市、塩崎町の国道51号交点より分岐して、精神し、水戸市南東部から茨城町北東部を東西に、横断して、茨城町長岡十字路を経て、 道庁長,長岡の茨城県道5十号、水戸上市線交点に至る、総延長 12.4km の茨城県道の路線である。主な通過地は、水戸市、大場町、茨城町大浅和神谷、大浅上石崎である。起点の塩崎交差点から長岡十字路まで、路線の大部分に当たる 11.9km 区間は、茨城県道4十号内原塩崎線と道路を、 徴用しており、実演長区間は、茨城町長岡地内にある、長岡十字路長岡神殿、前田団地入り口間のわずか 0.5km である。本路線には、バイパス道路などはない。歴史的には、常住村を経由して、国道51号と国道6号を東西に結ぶ幹線として、1959年に道路法に基づいて、茨城県の県道として、 路線認定されたもので、現在に至っている。起点の塩崎交差点は、国道51号、国道245号と接続し、終点側に近い長岡新田交差点では、国道6号ミ戸バイパスと交差するほか、茨城町上、石崎の中山公民館前では、茨城県道50号ミトカミス線と交差するなど、茨城県内の主要国道、 主要地方道と道路網を形成し、水都市南部、茨城町方面と大洗町、日立中市方面を相互に結ぶ交通路である。1959年10月14日、新たな県道として、東茨城郡常住村大和座地をが先を起点とし、東茨城郡茨城町を終点とする区間を本路線とする県道市をが、先、茨城線として、茨城県が、 県道路線認定した。1995年に整理番号175となり、現在に至る。路線の大多数が、県道内原塩崎線の重複区間となっており、単独路線となっているのは、終点付近の500メートル程度である。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。